教育と福祉をつなげて学ぶようなことができるので、この学校を選びました。バスケットボールサークルなんですけど、運動を通して友達とこう仲を深め合って、であとは同じ学科だと教員を目指している友達もたくさんいるので、そういう将来のことについてとか、こういう教師になりたいねとか、そういう将来に対しての意識を高められるような友達もたくさんできて、やっぱ人との関わりっていうのは大切だなって思いました。大学に来て今まで学ぶことのなかった教育学っていう、教育を学問として見る授業をたくさん学んだんですけど、その中でこうただ教えるだけじゃなくて、生徒のことを考えてどうやって教えればこう分かりやすいかとか、一つのことを教えてるけどその中にもいろんな意味が入っていたりとか、そういう、教師って奥が深いなと思うようなことがを学ぶことができました。やっぱこれからいろんなことを経験していく中で、そういう自分が理想とする教師像っていうのを見つけていけたらいいなって思います。生徒にやっぱ真摯に向き合えるっていう、真剣に向き合っていろんな話をできるっていうのは必ず教師には必要なことだなって思いました。自分が慕っている教師っていうのはやっぱりみんなこう自分の話を聞いてくれたりとか、あとは近い位置で聞いてくれる先生もいるし、大人としての意見っていうか、そういうことを言ってくれる先生もいますし、やっぱ生徒と会話を楽しめるとか、大事な話をできるっていうのはすごい大切なことだと思います。